まずはベスト15、そしてベストキッカー受賞おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ち伺いたいんですが、まず稲垣さんから。個人的な賞を、ね、いただけたのはすごい嬉しいですけどね。ただこうチームとして結果が、ね、伴わなかった、最後に伴わなかったっていう悔しさは残ってますね。9シーズン連続受賞というのはどうですか？怪我しない秘訣って何かあるんですか？まあ、日々のこう体作りというのはそれだけすごく重要視しています。こう体作りももちろんですけど、まあ、栄養の部分が一番重視してますかね。まあ、年齢のこう増加とともに、まあ、ちょっとずつ自分の体も変わってきていると思うので、まあ、そういった部分を見逃さずに、ね、やっていきたいなと思ってますよね。やっぱり奥様の力のおかげというのもあるんではないでしょうか？感謝しておりますありがとうございます。素敵なメッセージありがとうございます。率直に嬉しいですね。はい、その形になって結果が見えることによって自分のモチベーションまた上がりますし、毎年ガッキーさんみたいに一貫して取れるような選手になっていかないといけないなというのがあります。はい、嬉しいですね。こんな、まあ、早くベスト15に選ばれると思わなかったし、まあ、すごいこれからも頑張りたいなと思います。松田選手から見てディアンズ選手のすごいところってどんなところですか？そうですね、やっぱり本当にサイズもそうですけど、器用で走れるっていうところは魅力だと思いますし、久しぶりにさっきトイレで会ったらめっちゃでかく感じて、でかなったって聞いたら、いや変わってないですよって言ったんですけど、ベスト15になったんで多分ちょっと態度が大きくなってしまなるほど、立ち振る舞いがちょっと大きくなったのかもっていうことですけど、どうですか？いや、ちゃうって言うね。違うっす、違うっす自信がついたってことだな。いや、そうっす、それはね、つけていきたいですね、これからも。そして松田選手、今の気持ちいかがでしょうか？そうですね、一つ目標としたパーセンテージのところ、まあ、やっぱ常に 100% は狙ってますけど、なかなかうまくいかない中でこの賞をもらえたのはすごく嬉しいですし、この賞をずっと取り続けられるように、ガキさんみたいになれるように頑張りたいなと思ってます。そして今シーズン終わりまして、これから日本代表合宿も始まりまして、遠征先の必需品があったらぜひ教えていただきたいんですが、姫野選手いかがでしょうか？僕ゲームです。ゲーム、はい。何のゲームですか？スイッチ。スイッチ、何されるんですか？あ、いろいろやります。例えば、ゼルダの伝説とか。僕の息抜きの仕方がゲームなんで。私もやりますよ。何言いますか？私スプラトゥーン。ああ、僕スプラトゥーンやらないんですよ、ね。やりましょうよ陣地取りみたいな感じで。スプラトゥーン面白いですか？え、シューティングゲームですか？打ちながら陣地取り合うみたいな感じなので、色塗るやつで。そう、イカになってイカ塗る、あの色塗るんですよ。へえ、全然刺さってない全然刺さってない。これを機にってやつじゃない、これを機に、これを機に、ぜひぜひスプラトゥーン。はい、じゃあやりますか？じゃあぜひお願いします。それでちょっと磨いておきます。私も磨いておきます。はい、ありがとうございます。この際だからバックスの方に言っておきたいこと、何かフォワードさんにありますか？あ、キッカーの時にあれ何も考えない、なんか何を考えてるの、キックする前のルーティン。結構普通の質問あれ。いや、俺もキッカーするかもせへんやん。ないやろ。ちょ、一応参考に聞いておこうかな思って。自分のポイントがあるんで、はい、蹴る時の、はい、僕もいろいろあるんですけど、それを考えてます。もう点差とか、もちろんそう、風の吹き方とか髪型とか。いや、考えへん。みなり大事ですもん ね、一番取られますから、ね。はい、取られるじゃん、一番ちょっと考えてるかもしれんけど、マジで考えてるそういう時は外す。いや、絶対もう雑念が入って外すから。雑念入った。そういうのって考えるの気にして、大事な自分の、はい、キックを蹴れるようにっていうポイントを抑えることだけを考えてます、うん、なるほど、はい、直樹選手とかキックしてるイメージやっぱりないですか？いや、ボールの蹴り方も分かんないですよ練習で僕絶対ボール蹴らないですからね。それどうしてですか？だって試合で蹴ることないですわかんないじゃないですかね。もしかしたら。だから練習でも絶対にボール蹴らないです。なるほど、そういったところもぜひ注目したいと思います。ということで、以上、皆さんにお越しいただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。